どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、失敗を乗り越えて結果を出す人の3つの思考ということでお話をいただきました。私も非常に深くうなずくところがあったわけなんですけども、多くの方はね、自分の実力を多分高く見積もってるんでしょうね、きっと。で、私たちは10個挑戦して10個当たるわけがないんですよ。100発100中じゃないんですよ。だからそういう意味で、一つの挑戦に対してその一つが挫折すると深く落ち込んだりね、ああ次の挑戦はやりたくないなっていうふうに、次のアクションにまで尾を引くことがあるんですよね。でも考えてみていただきたいのは、私たちは普通の人なんでね、100発100中じゃないんですよ。だから10個20個30個挑戦してほぼ当たらず鳴かず飛ばずで、やっぱりね、手数を出してやっと1個が当たるんですよ。だからその1個を狙うためにたくさん手を広げて、そして時には縮めていくってことを繰り返すんですよね。どうですかね、今までいろんなことを人生の中で挑戦してきたと思いますけども、あ、自分はこれをやったぞって確かに言えることってどのぐらいありますかね。多分振り返ってみるとそんなにたくさんはないんじゃないですかね。途中で萎えてしまったものとか、途中でね、諦めてしまったもの、何かの事情で仕方なく涙を飲んだもの、もう込みでなんですけども、結局当初の意気込みと裏腹に結果がね、尻すぼみになったものって結構あるんじゃないですか。だからそれが自分の力、普通の人の力だっていうところをまず念頭に置いて、挑戦したことの全部が成功するわけではないんだなぐらいにマインドをセットした方がいいと思うんですよね。そうするとね、失敗を恐れなくなるんですよ。失敗してもこれは当たり前と、100発100中じゃないんだから、他の人も失敗を多くするんだと。その中でたまたまうまくいったものが1個か2個あれば、そこから広げて、いやー昔失敗がいっぱいあってね、それを糧に成功をつかみましたっていう風なヒーローインタビューが成り立つわけなんですよね。大体そうですよね。たまたまうまくいったことに対してコメントを求められた時に、うまくいかなかったことをたくさん例に出して苦労話にするわけですよ。まあでもね、本当にそういうもんなんですよ。あれこれやったけどダメだったっていうね、ことも多いですからね。で、私もう一つね、お話したいことが、失敗は全然恥ずかしくも恥じゃないってことなんですよ。そもそもね、人の失敗、そんなに人はね、興味ないんですよ。もし興味があるとしたら、それはね、すごく嫌な人。人の失敗を指さして笑いたいようなね、そんな性格の悪い人がいます。そういう人とは、そもそも付き合わなくていいじゃないですか。でもその失敗に対してね、共感してくださる方とか、さらなる励ましをくださる方、そういう方が私たちの味方であり、お客さんになったりとかね、同士になったり、もっと言ったらそういう人からの商品は買いたいと思うでしょ。これが信頼関係なんですよ。だからね、人の欠点あげつらってバカにする人とかね、いや失敗して恥ずかしいなっていう風に言っちゃう人、レッテルを貼る人、そういう人とはそもそも付き合う必要ないですし、お客さんにはなりませんよ。ですので、私たちビジネスをしているものはね、お客さん、もしくはお客さんになる可能性のある人に対して手厚く遇すればいいのかなと思いますし、人をバカにする人とかね、人の挑戦を萎えさすようなことに一生懸命になっている人は遠ざけた方がいいのかなと思いますよね。はい、ということで今回の動画は以上でございます。皆さんもね、何か新しい挑戦をしようと思ったら、ぜひ私に教えてください。私はあなたを応援しますし、場合によっては私のこの YouTube チャンネルの中で、ズーム対談みたいなものをね、やってね、あなたの挑戦をみんなで応援していく、そんな番組も作りたいと思っています。それでは、お疲れ様です。